まずこのバックスイングするときに重要なポイントっていうのが、はい、まあ、ここの左の上腕ですね、うん、上腕がこうずっと前向いてる状態を頑張って維持するよっていうことなんですよ、うんうん、なるほど。カット軌道の人はどんな風になってることが多いですか？カット軌道の方はこの例えば力こぶ今これ正面向いてるのが、はい、まあ、アドレスからまあこうなったりもしてるんですけど、うんうんうん、バックスイングが上がるときに自分側に向く方向にエネルギー使っちゃう方が圧倒的に多いんですね、ええ、そうするとちょっとバックスイングその感じで撮ってみてもらっていいですか？こういう感じで、ね、そういう風になって、ええ、まあ、トップまで上がっていったとしてでこういう逆にそう逆になっちゃうんですよ。こういうなるほどこういうエネルギーがでカットにどうしても外側から当然外から入ってくる入ってきやすくなると、はい、でそれはこうダウンスイングでなるんじゃなくてもうバックスイングの指導の時から、うん、そういうことですね、はい、なのでまず第一前提としてまずアドレスでちゃんと力が前向いてるかどうかがまず大事なポイントで1点です、はい、でこれを維持してあげるっていうのも大事なポイントのこれ2点で、で多分今回のお話で一番主役になるのはこの3つ目なんですけど、ここは上腕がこうやって前向いたまま動いてくるとですね、この前鋸筋っていったところがまあ縮む縮むと左肩っていうのは下がります、はい、下がります。でちょっと中野さんここでやってもらっていいですかね、はい、で、はい、ですか、ここが、はい、ちょっと下がりますよね。下がります。下がってきますよね、はい、で下がってくるといいですか、はい、まあ、かなり今多分体が縦にこう回ってる感じしてるの分かりますか、はいはい、でこの状態からですよ、いきますよ、はい、こうやって戻るのって違和感ありますね。ちょっとこれは戻せないですね、この形には。気持ち悪いでしょ、はい、これだったらこう来たいですよ。そうだったら戻せる感じ。こう来たいですよね、はい、いわゆる、はい、まあ、側屈っていうか、はい、ね、まあ、側屈です。バックスイングではこっち側が縮んで、はい、そういうことです。ダウンスイングでは逆にこっち側が縮んでくるような形。そういうことです。まあ早い話側屈なんですけど、でこれもう一回ちょっと構えてもらっていいですか、はい、でアマチュアの多くの方が起こるエラーのこういうインサイドバックですね、うんうん、これやってしまうといいですか中野さん。今度はこうやってやりたいですか。いやこれね、もうバックスイングの時に逆にこっちが伸びて、はい、こっちが縮んでる感じになるじゃないですか。無理ですよね。さっきとね、はい、縮んでるポジション逆にこっちの方が気持ちになっちゃうわけですよ。なっちゃいますね。これがほとんどの方が起こってるエラー。そうすると外側から来てどうしてもカットが強くなってきちゃう。そういうことですね。体も開いてきちゃう、はい、っていうことにっていうことになりますよね。なるほど。ということはまずあのアドレスで左の脇をしっかり締める、はい、そう上腕を前向ける前向ける、はい、ね、でその状態からバックスイングをしっかり、そう上腕前向いたままキープして肩が下がるのを感じてください。ここすごく縮んでると思います。はい、うん、でこうやって縦に上がってくれば今度は左肩が今低いんですけど、ダウンスイングって右肩が低い方が気持ちよくなってきますね。そうすると、はい、これちょっとじゃあ今度こっち向いてやってもらうと、はいはい、ちょっとやってみてください。はい、フッて入ってくるとクラブってこうやって絶対にインサイドから入ろうとしてるんですね。これはこの最初のスタートでこの上腕が前向いてるエネルギーを維持しとくことによってこっち側にねじりたくなるんです。こういうエネルギーが発生するんですね、そうするとクラブって倒れるからまあインサイドから当然来るわけです。で開いてるこのフェースをこの流れで返していけば完璧なドローボールになるっていう、まあドローというかまあストレートになるんですけど、はいはいはい、まあ、結果的に開いてきたものを閉じながら打つっていうところでハンドファーストになるし、はい、左には飛ばないし、はい、まあ、こうなったら左に飛んじゃうけど逆に、ね、ハンドファーストで行ってる限り、そうなんですよ、ね、左には飛ばない条件が揃ってきますよね、はい、であと必ずこうやって肩っていうのは右肩は特になんですけど下がるんですよね、うんうんうん、絶対下がります。だからもうほとんどの方がこう右肩ってダウンスイングで下げちゃいけないって思ってる方が結構多いんですけど、肩は全然下がるんですね。なるほど。でもうこれも統計通るともう PGA の選手だともう本当に大体ダウンスイングで45度ぐらい傾くのでもう全然下がれますから、しっかりこっち側が縮んでる、ね、縮みますよね、バックスイングでは左側が縮んでダウンスイングでは右側が縮むっていうふうに考えていいってことですね、はい、なのでもう思い切ってですねもう本当に左肩がこうやって落ちてここ縮むっていう、うんうん、これ多分相当違和感あると思うんですけどまずここを頑張ってバックスイング始めてもらいたいなと、はい、でこれができると初めてこれがやりたくなるんです、ね、なるほど、うん、でこれが入ればクラブもちゃんと倒れてます、うんうんうん、そうするとインサイドからアタックできるのでボールは捕まりますよねっていうことです。結構こう、ね、回そうとしてどうしても水平にこう回すようなイメージしやすいところがちょっと勘違いかなと、はい、
逆にそれをしっかりとこういうふうに使ってダンシングではこうやって使う。つまり最初のスタートでこう動いた瞬間、はい、終わりです。もうカット軌道に入るしかなくなってきちゃうっていう、はい、もうこう動けば絶対こう戻りたい、そういうふうに戻りたくなると。でもこう動けばこう戻りたいんですねっていうことですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあもう早速これを皆さんちょっと試してもらいたいですね、はい、ありがとうございました。